修道女が遠くを見つめています。描かれている女性はマリアンナ・アルカフォラード、17世紀に実在したポルトガルの修道女です。彼女はフランスの騎士に恋をし、5通の長い恋文を送ります。その美しい文章は後にフランスで出版され、中世文学として広く知られるようになりました。マティスはこの恋文から修道女の心の動きを想像し、その姿をジューズの肖像画と本文の模様に描きました。そうして作られたのが草画本ポルトガルの未草の手紙です。描き出された修道女の眼差しや文章に添えられた果物には、憧れの男性を思い揺れ動くその内面が現れています。そこに満ちる気配は人生の春を歌うかのようなみずみずしさをたたえています。